日本の国際競争力、まあこれいろんなところがいろんな数字出してますけど、まあよく見る、IMD が出している世界競争力年間、2021年、日本の競争力は31位と、日本の国際競争力は1位だったものが30位ぐらいまで、下落していますよと、国際競争力落ちていると。でこちらは平成元年の、世界時価総額ランキングのトップは、なんと NTT だったわけですね。この頃日本はバブル期でございまして、世界の、時価総額ランキング10位に、なんと7つもうほとんど日本企業が席巻していた時代がございました。まあこれもやりすぎではあったんですけど、これもバブルで株価とか時価総額上がりすぎなんですが、こちらが現在の時価総額ランキング、まあ、1位はアップル社でございますけれども、アップル社1社でですね、東証の時価総額の約半分ぐらいあるという恐ろしい状況になっているわけです。世界の競争から完全に脱落した日本、1社もおりません。世界時価総額ランキング10位、1社もおりません。台湾の企業 TSMC ですね、TSMC が1社入っている。台湾の企業が時価総額ランキング10位に入っているのに、まあ、日本は1社もいない。まあ、ほとんどアメリカですけどね。つまり、日本は世界の産業競争から完全に脱落していると。競争力ないよと。